皆さん今の時代って短期集中力、皆さんの集中力って何分だと思います？1分なのか30秒なのか15秒なのか。これ正解15秒です、ね、昔は CM って30秒だったんですよ。でも今の時代って、YouTube 広告も15秒ですね。むしろ15秒以下だと思います。じゃあ皆さんが実際に対面で営業する、 Zoom で営業する、その時に必ずやるのは自己紹介、自社紹介ですよね。私たちはこういう会社です、私のこういうプロフィールです、こういう自分の自己紹介をするわけです。じゃあここでですね、15秒以内に自己紹介をするってめっちゃ難しいんですよ。例えば今やってみましょう。皆さん、僕の会社を自己紹介します。弊社 SNS に特化したマーケティング屋さんで、インスタの集客では最大手です。実績約3万社で国内の飲食店の 5% の同じ数なんですね。で、自社でも100万円リーチのね、発信力持ってまして、ビジネススクールとも国内最大級でドバイ、シンガポール、香港に展開してます。これでもすでに15秒過ぎてます。じゃあどういうふうにこの集中力を15秒以内に話そうとしなくていいんです。そうするとめっちゃ早口になるんで。じゃあどういうふうにこの集中力、お客様側の聞き手側の集中力を無限にする方法、これ皆さんこの通りになってください。 OK ですか？弊社 SNS に特化したマーケティング屋さんで、インスタの集客では最大手なんですけども、ちなみに弊社 の会社名って聞いたことありますか？って言って相手に答えさせる。あ、そうなんですね。で、実績はですね、実は約3万社ぐらいで、これ3万社って言うと国内の飲食店の 5% と同じ数なんですけども、まあインスタグラムって今やられてます？こういうふうに何をしてるかっていうと、対話型で紹介を含めてる。よく皆さん一方的に自己紹介したりとか、一方的にサービスの紹介をしたりしてますよね。これだと人の集中力は15秒しか持ちません。15秒以上経つともう何も頭に入ってない状況になります。でも今あなたインスタってやってますかっていうと、集中力がまた切れるんですよ。で、15秒また更新してくれるんですよ。だからこういう風な話し方で、まずズームだったりとか、営業をするんだったら対面だって一緒ですよ。対面だったりとか、よくね、説明してんのになんか携帯乱しちゃう方とかいるじゃないですか、プレゼン中とか。それはなんでかっていうと、一方的に自分が話してるから。相手に聞かないから。ね、どんなバカみたいな質問でもいいから聞くんですよ。ね。それがまず重要です。一つ目、集中力を無限にする方法として。僕らのマーケターチーム全員やってますね、これ。で、次に、シチュエーション、プロブレム、インプリケーション、ソリューション。これは皆さんご存知の通り、スピンの法則です。でも、このスピンの法則って、ほとんどの人って実はスピンって知ってるだけでできないんですよ。まず、例えば僕が集客を売りたいとしましょう。ね。そうすると、まず相手の現状の把握をしないといけないですね。毎月の広告費ってどんぐらいですか？集客ってホットペッパー1本ですか？一番御社の強みって何ですか？いろんな現状を聞き出すんですよ。で、そこから問題を聞き出す。次は。集客の現在の課題って何ですかねって聞くことなんです。聞きなさい、とにかく。ね。聞いてって、課題って何ですかねって言っても課題は分かりません、実は、お客様を。例えば、他のサロンだと、ホットペッパービューティーはクーポン目当てでリピートがしないとかっていう、ここで1個、すごく重要なのが、この、課題って何ですかねの後にすぐに例えばってつけましたよね。これってオープンクエスチョンといって、クローズクエスチョンとオープンクエスチョンというのがあるんですよ。課題って何ですかっていうと、もうクローズになってしまって、誰も答えられなくなっちゃうんですね。もう閉めちゃってるんですよ。でもオープンクエスチョンっていうのは何かっていうと、何ですかねって質問を投げないで、この例えば他のサロンだとホットペッパークーポン目当てでリピートしないとか、あるんですけど、御社ではどうですかっていうふうに、これはどうですか、 A と B どうですか、これについてどう思いますかじゃなくて、 A か B かどっちがいいですか、どう思いますか、こういうふうな質問を、の仕方が、これがまずプロブレムの定義で一番重要なことですね。で、次にインプリケーション。ちなみに吉祥寺のサロンって、大手のね、サロンが近くに出店して一気に、ホットペッパーからね、集客が減って赤字になったんですが、なんかホットペッパービューティーに頼らない施策って知ってますか？もしホットペッパービューティーからね、集客ゼロになったら赤字になりませんか？みたいな、自分で、これがこうなったら将来やばいよねっていう示唆質問をさせるわけですね。で、最終的に、要はクーポン目当てじゃなくて、リピート増えてホットペッパーに頼らず新規も獲得できる媒体ってことですね。インスタっていうね、いい戦略があるんですけど、興味あれば説明しましょうか。これですね、この説明しましょうかがめっちゃ重要です。この説明しましょうかのここも、フォームに説明させていただいていいですかだと、僕が説明させてくれますかになるじゃないですか。そうじゃなくて、あなたのために説明しますよ。こういうクエスチョンにする。これがまず、スピンのクエスチョンでめちゃめちゃ重要なところになりますね。
竹花公式で本チャンネル、インスタ、TikTok でも毎日豆知識配信。